マジでこのアロルっていうゲームやりたくなくなる。どんどん消えちまう。しばしろが消えちまう。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ということで今回はマシュマロをやっていきたいと思います。やめられない変色、やめられない変な習慣で募集したら、3000件ぐらいの募集があったので、その中から80から90だっけに絞ったんで、まあ順々に見ていきましょう。まあこんな感じのね、まあ、普通になんでだろうね。まあいいや。初めて失礼します。ここ最近マジでやめられないのが、授業中であろうと友達の話をしていようとずっとスタミさんの X のコスプレを見てしまいます。友達には布教しまくっており、なんなら多分光り始めてます。やめられません。助けていいんだよ。あとこれな、一旦すいません、最近多いっす。その新規の方が増えてくれた証拠ではあるんですけど、スタミス、はい、これマジ多いんで一応よろしくっす。そこまでツイッター見てて見することある、ここ。まあいいや、まあまあまあいいでしょ。今回5時ということで許しましょう。うわすごいね、これは。焼きそばに牛乳つけて食べる、マジ。焼きそばにつけてなんか起きるのかな。いやでもこれは想像の中でしかないわ。そのトライしたことないよね。トライしようと思わないし、これもしかしたら合うかもしんないしな。パスタチックになるのかもしれない。次、僕はわさびが大好きで何でもわさびをつけるのはやめられません。1日でチューブわさび 1,2 本使います。お寿司を食べるときは小袋のわさびを1貫に5つ使います。これは変色っていうか、これ変色っていうの、徐々にそこに達したのかな、ちょっとずつ増えていったのかな。心配になるね。すごくね、出た、これはね、俺無限にあったと思うんだよね。はい、風呂でしっこね。これね、俺視聴者層変わったから何とも言えないんだけど、俺がロルっていうパソコンゲームをやってた時は風呂でしっこぜマジいました。これマジいて、アンケート取ったら俺の視聴者の前3割風呂でしっこしてたんで。でこれあ、まあその結論が出たんだけど、まあ子供の時の癖だよね、言うて。俺も子供の時に母親に抱き枕を買い与えられたから、今抱き枕がないと寝れないのよ。だから体の反応の話なんで、これって。おしっこしたいって子供の時はなっちゃうじゃん。それは許されるか許されないかで、なんか人生分岐すると思う。シャワーの音聞くと尿意出る。まあそうだよね。その理論をそうだよねって言うと、まあ大衆浴場に行けなくなるよね。そういう人もいるよねっていう結論に至ると。いるんじゃない？いや、いると思うよ。いや、俺はいると思うね。今、声が出せないだけだと思うよ。シャワーは普通やろ。ほら、普通。いや、俺は普通じゃないんだよね。これね、難しい問題。これは。お互いのことをけなし合う話になっちゃうから。特におしっこしてる人がけなされる話だからやめとこう。おもろい。これ、俺一番好きなんだよ。憧れの頃から変色。どうも変色女です。私は俗に言う口内調味がダメです。どういうものかというと、お米を食べてる途中に餃子を突っ込む、ハンバーグを食べてる途中に白米を突っ込むです。いや俺もうそれが楽しくて食事してるわ。純粋に白米の味を楽しみたいのに急に来る濃い味がどうしても許せないし、何より食感の異なるものが口の中で一つになろうとしていることが理解できません。正直米と餃子、いや米、これ何、あれなんだっけこれ、待て、ちょっと待って、俺これ待て、すっきりしたい、待てね、待て、俺コメント見ない。ピーマンだよね、わかるよ、待てこれちょっと今ずれるけど、俺のすっきりのために付き合ってくれ。ピーマン逃げて、チンジャオロースチンジャオロースだな、ホームラン、いや、すっきりしたなど、ありとあらゆるカップリング全て許せません。そしてこれによってある弊害が生まれます。それは、丼物がとても苦しいです。正直きついです。カツ丼、海鮮丼、天丼、全てきついです。うわぁ、マジか。
カツ丼も海鮮丼も先に上の具材を食べて、亡くなってから米を食べます。親子丼に関しては先に鶏肉をすべて食した後、泣く泣く卵と白米を食べています。正直もがられます。想像してみてください。先に刺身だけを食べ尽くした後、醤油ご飯をかき込んでる女をキモいです、純粋に。でも一応例外があって、びっくりドンキーさんのハンバーグとお米は一緒に食べます。それも迷ってまたキモいです。純粋に悩んでいます。スタミさん助けてください。私に餃子白米の美味しさを教えてください。なんでびっくりドンキーであげるせんの。俺はもうね、口ん中でもう混ざり合うのが好きなんだよね。トリコにもあったよな、そういうの。ご飯を片手にここに持ちながら全てが始まるのよ。弥生軒とかね、鮭をちょっとつまんでさ、ご飯食べて、お新香とかをちょっと入れてさ、ちょっと咀嚼しちゃうと味がブワーって広がった後に味噌汁を入れるわけよ。そうすると口の中で固形になって、ご飯の粒がブワーって広がってね、また違う色を見せてくれるわけ。それが食事じゃんっていう。うわー気持ちいいって思いながら食べてるんだけど。俺がね、最近ね、チートデイで中華屋さんに行ったんですよ。俺はね、チャーハンを頼んで、小籠包みたいなのも頼んで、ラーメンみたいなのも頼んで、それをね、さっき言ったようにちょっとチャーハン食べては小籠包を食べてね、でそれをラーメンですすぐみたいな食べ方をしてたんだけど、後から入ってきた女の人がね、すごい慣れてて、店員のおばちゃんともさ仲良くてさ、でどんな注文するのかなと思って気になっちゃったので、見てたらさ、大盛りのご飯と餃子3皿、餃子だから15個だけ、通だなーと思ってね。ただただ餃子を食べてかっこんで、たまにレモン絞ってかっこんで、ラー油つけてかっこんで、ずーっと食ってんの、なんかかっけえなーって思ってね。ずーっとハフハフ言いながらさ、って食ってんの。そういう楽しみ方ができるようになるといいですね。スタミさんこんにちは。私のやめられない変な瞬間は、抜くおかずをルーレットで決めることです。エンタメ性に富んだ生き方をしてるね。私は俗に言うケモラなのですが、ケモラの中でもだいぶコアな、男が豚に重化することでしか抜けないという異常性癖です。男がそれ、コンテンツ世の中にそんなあるかな。そのため抜けるおかずがまずない。そうだろうね。本当にない。1ヶ月に1つ新しいおかずができればいい方で、ない時には2ヶ月以上不作の時期もあります。なので同じおかずを何度も抜くしかないです。しかもそれも飽きてきます。そこで抜けるおかず20個前後に番号をつけ、ウェブにあるルーレットで3回くらい回し、出た番号で一番良いものを選び抜くような感じです。なるほど。皆さんもマンネリ化したとき、いやマンネリしない、いや世の中さ、今本当に需要しかないんで、そんな枯渇することないんだよね、お前みたいに。とでもそう、特殊すぎるがゆえの、その行き着いた道だね、これは。これは変わってるか。スタミさんこんばんは。いつも配信楽しく見させていただいています。今回のお題で、変わった偏食の方で送らせていただきます。小さい時からキュウリが一番好きで、高校生になった今でもずっと食べてるので、周りからカッパと呼ばれています。また普通にキモいからやめようと言われた、アイスの食べ方があって、焼肉などにあるサンチという葉っぱにアイスを巻いて食べるのが本当に好きで、広めたいと思ってるんですけど、本当に、止められていて悲しいって感じです。スタさんもサンチに巻いて食べてみてください。うまいんで。変わってる。サンチアイスだ。なんかこの変色形ってすごいよね、その探求心が。焼きそば、お、牛乳あんな、つけてみようっていう思考にならないし、なんかサンチ、あ、アイスと一緒に食べたら美味しいんじゃない、なんないし、思考が面白いよね。言い間違いした時自分の口になること、こういうこと。あー、もうちょっと待って、違うわっていう。あー、ちょっと待って、ぐらいはいると思うけど。自転車乗ってる時、女の子がいたら、すかした感じで立ちこぎしてそっぽ向く。あ、なんかちょっとカッコつけるの分かるよ。あなたに興味ありませんよみたいなアピールとともに、物語のなんか登場人物ですよみたいなアピールね。いや俺分かるよこれ。ちょっとお前に会った時、いつも応援してます、配信頑張ってください、そう言って一緒に写真まで撮ってもらったが、俺の日課はスタミジャパンをスナイプして マックススピードリーシーンをすることだった。懐かしい。ごめんね、ちょっと分かんない人いると思うんだけど、
当時20人以上いる、スナイプフレンドと共に潜伏している陰急チェッカーたちに情報をもらい、毎日的確なスナイプを行って、そんなことしてたのか、お前らバカだね、お前らバカだね、本当に。一度だけ、スナイプ8人とノラとスタミジャパンという奇跡が起き、その試合は60分に及んだ。どこ見たこいつ。マジでこのアーロルっていうゲームやりたくなくなる。どんどん。ほんとゴミしかおらん。バカしかおらん。YouTube 急上昇に載っていると、面白そうな動画があった。スタミ、お前だとも知らずにクリックしたんだ。お前を見るとなんだか誇らしい。なぜかは考えたが1ミリもわからない。俺はおかしいんだと思う。あんなサムナーズリストから脱出して、配信初期に言っていた人気者をやりたい。そんな言葉を今でも覚えているよ。お前が筋トレを始めたりしてさ、自分磨きを頑張ってるよな。これ何これ。バッキングビッグドリームだ。でもたまに思うんだ。バトルフィールドでピコのうんこを鼻につけたり、ロルのモンタゲ見て影響されてバカみたいにフィードしていい。そんなお前も悪くない。疲れたら帰ってこいよ。俺が待っている。サンマーアザリフトへようこそ。ということで、以前のあのスナイパーさんからでした。いや、お前がいるところにマジ戻りたくないんだけど。これやばくね。一度だけスナイパー8人とノラとスタンミジャパンという奇跡が起き、その時間を60分読んだ。やばい。俺もバカだから気づいてないしね。多分めっちゃ楽しんじゃってるし。でもこんな地獄が裏で行われたの、やばすぎるだろ。一番の被害者こいつな。当時20人以上のスナイプフレンドと共に潜伏している陰急チェッカーたちに情報をもらい、待て、怖っ。どういうこと。あれか、俺とフレンドのやつが、俺が陰キューしてるときに、そのディスコードに情報を下ろしてたのか。え、やば。怖い。マジ怖い。俺、冗談かと思ってた。スナイプサーバーって。ちょっとこれギャズをしとこう。いや、今ロール配信してる人も、てかバロラント配信してる人も気をつけてね。次、毎日氷を 1.1 キロ食べます。え、コンビニに売ってるロックアイスです。奥歯が削られて平らになってまいりました。そのまま全ての歯が削れて戦慄みたいになったらウケるなと楽観的に思ってたんですが、歯医者で普通にめっちゃ怒られます。氷食症っていうんだ。貧血の、女性にも多いらしいので、同じ症状の方は、病院に行って鉄剤をもらった方が良いです。お大事に。だって自律神経が乱れてて口内の温度がめっちゃ高い。あー、だ冷やしたくなんの。自律神経乱れるとそういうのあるよね。あの、俺も自律神経めっちゃ乱れてた頃、寝る前になると足の裏バカほど熱くて寝れなかった。洗いかつお節を口にぶわーっと突っ込んだ後にマヨネーズをパウチのように飲み、咀嚼をした後ビールを濁流のごとく言い流し込むのが好きでさ。荒々しいね。やっぱなんか出汁を感じるのかな。かわいい。私の持つ変な習慣は、鏡に映るとピースをしてしまうというものです。エレベーター積みやん。小さな頃から写真をよく撮ってもらっていたので、鏡に映ると自分が撮られているような感覚になりピースをしてしまいます。よく見ると、ちょっと微笑んでいます。なんだこれ、もうやめたいです。かわいいね。エレベーターの中にビッてやっちゃうでしょ。俺そんなやつ友達にいたらちょっとあれいじりたくなっちゃう。ぶっちゃけ俺手鏡用意しとくわ。おい。ちょっとやったら出てくるじゃん。かわいくない。おい。ワンコのやつをワンコの目の前で食う。これ好きだね。うん。どんな気持ち。俺もちょっと分かる気もするかもしんないけどな。いや、ちょっと分かるな、これ。少ないおかずで白米をとても食べてしまいます。例えば、サーモンのお刺身1枚に醤油を垂らし、白米の上にバウンドさせた状態でまだ1杯目。それは行き過ぎやけどね。すごいね。2杯目はサーモンをもう一回醤油につけバウンドさせ半分だけ食べて2杯目。3杯目は2杯目と同じことをやって終わりです。昔から、塩コショウのお肉1枚でも同じことをするため、親には外で食べることはそんなことをしないでねと注意されます。すごい。バウンドとは醤油を、サーモンあんじゃん、バウンドさせて醤油がちょっとつくじゃん、でサーモン食べます。
で、これだけでいけるってことでしょ。おい、おい、うん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 、終わり。いや、違うかもしれない。この文章の中にサーモンのお刺身は1枚しか登場してないかもしれない。え、多分そうだわ。1杯目はサーモンを醤油につけて1回バウンドさせた醤油だけで1杯食ってるんだわ。で、2杯目はサーモンをもう1回醤油につけてサーモンを半分と1杯で、3杯目は残ったサーモンと醤油で1杯だ。それは異次元だわ。一杯目はもうだってサーモン食ってないもんね。醤油ご飯やんね、これ。いや俺もちょっとわかるわ、あの下りはさ。俺カレー食った時絶対ルー残んのよ。とかの次元の話じゃなかったっす。変色はもう聞けば聞くほど面白いね。やめられない変色は蜂蜜にご飯と生クリームをかけて食べること。いや、いや、なんかね、やっぱ。でもこれは探求の話かも。いや、俺たちが遅いのかも、やっぱり。米にもさ、甘みはあるしさ、もしかしたらうまいかもしんなくね。いや、ないな。私の友達の変な習慣なんですが、出会った友達の背中をポキポキと鳴らす、趣味の人がいます。何度かされたことがありますが、時々に来られていて嫌なことはないので放置してます。こういうのマジで怖いよ。幼稚園の時ね、何々屋さんがすごい流行ったんだよね。まあ、おままごとみたいなことをしてたんだけど、一人女の子が耳かき屋さん始めたの。みんな、なんか耳がちょっと耳垢で汚れてるんだよね。それをさ、そこら辺で持ってきた木の棒で耳かきすんの。それにみんなハマっちゃって、なんか PTA っていうかお母さん会みたいなので問題になってたわ。中耳炎になっちゃった子もいて、それで。女です。回転寿司に行くと必ずテーブルに置いてあるガリを全部食べてしまいます。周りからは体に悪いよと言えても生姜自体が好きで続けてしまうとやめられません。でも許されてるもんね。だってあれ無料だもんね。こんなラッキーなことないな。好物が無料でいくらでも食えるなんてな。パスタやそうめんなどの乾麺のまま食べるのがやめられない。昨日はペンネをそのまま食べて口の中に刺さった。ハマるよね。俺こういう系で一番後悔したのを教えてあげようか。ドライ味噌汁の具ハマった時期あったんすよ。マジでバカで、袋こんぐらいでかいの売ってんの3分の2ぐらい食っちゃって、お腹の中で膨らんじゃってさ、その日一日吐き続けたよ。お腹の中でなっちゃったの、わかめがずっと止まんないの。俺が食った量ってほんとポテチ1袋ぐらいだと思ったんだけど、出てくる量異次元マジで。いや、吐き出せなかったら、あの時俺は生きたいって言ったら、多分危なかった。コーヒーフレッシュ飲む。マジであれ体に悪いらしいよ。あれ尋常じゃないらしいよ、マジで。ほぼ油らしいからやめた方がいい。コーヒーフレッシュってあのコーヒーに入れるさ、あのちっちゃいカップじゃないの。ミルクって言われてるもの。コーヒーフレッシュを飲むのが偏食で言ってきてんだから、もういちいち何個も飲んじゃうでしょ。やめた方がいいよ。尿意便を限界まで溜めておいて一気に出す時の快感やめらんない。特に大きい方を出す時は、すごっ。自分の信じすぎじゃね。自分のことコントロールできすぎでしょ。便意とかで急に来てさ、マジでもう我慢できないみたいなことあるじゃんね。しかもさ、そのなんていうの、便意ってさ、そ着実に溜まっていくわけじゃないじゃん。いきなり1、2、40、41、42、43、44、60って感じじゃん。別になんかその信じれなくね。わかる。95までいって5まで95までいって5まで下がることはない。なんかそこはちょっとリスキーすぎるわ。なんか快楽とリスキーがその割に合ってない、俺から見ると。いますね。ちょっと待って、やすごい。自分の変色を語ってさ、理解してもらえないと思ってここに投稿してるじゃない。理解してくれる人いるぞ。さっきいたぞ、サンチュの葉っぱにアイス食べるやつ。大親友になれるぞ、マジで。もずく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 、夏はもずくしか食べません。1日3食もずく生活。リンゴ酢、黒酢、レモン酢のもずくは認めません。三枚酢のもずくの方が正義です。そんな好きなのに。もずく好きの中でも結構尖った人だったわ。
あまり食べたことない人もいるでしょう。いな食べてください。納豆のように3連パックになってるので1日中もずく漬けになります。嬉しいですね。いやでも量よ。うわこれなんか俺は全くないけどいるだろうなっていうの来た。スタミさんこんにちは。私の変な習慣は全ての数字を5の倍数にしてしまうことです。例えば家族や友達がテレビの音量を変更した際、勝手に視聴誤入をしてしまい、変な目で見られます。ゲームも感度も5の倍数です。その他にも自分の設定できるものは可能限り5の倍数です。もっと細かく設定した方が快適だということは分かっているんですが、どうしても気になって内容に集中できません。こんな私ですが、シャーペンの芯だけは 0.3 ミリです。でやれ !0.5 にしときゃ、お前。いや、いそうだね、これ。俺とかとマジで生活できないかもな。テレビの音量41とかマジ信じらんないでしょ。何にも気にしたことないわ。週に2、3回ボロボロ泣いてる子を見ないとやっていけないんだ。泣いてる子を見たいんだね。外では絶対いらないけど、いやぞ、くちゃらの迎え舌で、飯を食うことがやめられません。飯が10倍ぐらい美味しく感じます。いや、俺もね、いや、この気持ち、ちょっとわかる。俺はドーラ食いって言ってんだけど、パズーが牢獄から解放してもらって家に帰ると、パズーの家で、ドーラの海賊団が飯食ってるんですよね。その時もうめちゃめちゃくちゃくちゃ言いながら食ってんだけど、バカうまそうに見えんの。って肉バカでかいの。よだれビローンってなってんだけど。たまにああいう食い方してくれない。私のやめられない習慣は、しまじろうを握りつぶすことです。私は生まれてから23年間、しまじろうのぬいぐるみとほぼ毎日一緒に寝ています。しまじろうから離れようと思ったことはありましたが、隔離して2日目には一緒に寝ておりました。また、妹によってゴミ箱に捨てられた日には、泣きながらゴミ箱を漁ることもありました。それほどに気に入っているしまじろうですが、何か握りつぶしてしまいます。正確には握りつぶすというより、チネルという動きに近い。チネルって久々に聞いた黄金伝説以来やぞ。毎日毎日しまじろうをチネると、徐々にしまじろうがすり減っていきました。消えちまう！しまじろうが消えちまう！最初は脇腹をちねり、背中、足をちねりつき、拷問ですか？待って、怖い！今は後頭部をちねっています。その結果、しまじろうは本来の胴体は完全になくなり、片耳は失い、後頭部が開けている状態へと変貌を遂げました。もちろん面なんてものはありません。母が、毛糸で編んでくれた胴体とその頭をつないでいるおかげで、まだしまじろうと呼べる形でありますが、おい、メイドイヤミスじゃん。怖いよ。もうすでに頭もなくなりそうです。私はしまじろうを解放してあげた方がいいのでしょうか。いつもしまじろうと配信を楽しみにしています。お前は今ちねってんだろ。マジで画像欲しい。ちょこれさ、画像欲しいです。男です。家にいると常にちんちんいじいじしちゃいます。残念なご報告していいですか。ちんちん家でいじいじしてたら外でもしてるんで、無意識に普通にしてると思います。男って全員そうだと思って、いやしないよ。ちょっとさっきと違うわ。オムライス、ライスのみ、味噌汁、汁のみ、焼きそば、麺のみ、カレーのルーのみと食感を阻害する具を排除して生きています。これ一発目がもう分かんないけど、オムライス、オムライス、ライスのみって信頼したよね。卵なし。いやこれ間違いじゃないかな、書き間違いじゃないのかな。次、私は昔からありとあらゆる食べ物を冷蔵庫で冷やしたり凍らせたりして食べる癖があります。癖があります。例えば餅を焼いた後あえて食べずに冷蔵庫に入れてカチカチにしたり、カレーを作った後にすぐに氷を作る型に入れてカチコチにしてチョコレートのようにしてつまんで食べたりしてました。すごい、これはすごいわ。なぜそんなことをしていたのかというと、次第に口の中で食べ物が溶けていく感覚が蒸気を逸した気持ちよさで最高だったからです。その中でも特に気が狂ったな、食べ方がゆで卵です。ゆで卵を凍らした後、白身と黄身の部分を分解します。そして黄身を氷を入れる型に入れて、さらにそこにカフェオレを入れて凍らせます。待てよ。
そしてカチコチに凍ったら食べます。口の中で黄身とカフェオレがぐちゃぐちゃに混ざり合いながら溶けていき、プリンのような味がしてめちゃくちゃ美味しかったです。このような食べ物を凍らせる生活を3年ほど続けた結果、低体温症になり死の淵をさまよいました。今はもう怖くてやってません。まあカフェオレのやつはちょっと美味しくないそうだけどね。別にお菓子とかっていう卵入ってるし、ゆで卵よりも俺はこっちだよ。男性 V がゲーム中に話した、あ、行けよ、やば、やばいなどのセンシティブワードをつなぎ合わせて自分のオリジナル動画、完全に自分用を作り、それを聞きながら G を行うことが私の習慣です。ホラゲが超豊作、秒でいきます。ちょっと一回見てみよう。ふわみなとで。ほんとに嫌です。ふわみなとセンシティブ声ってあるんだけど。惜しい。もうないな、これは。やばいやばい。そういえばそうだけど、まず普通にゲームの声なの、方向性としては。これそっちに持ってきるのガチ変態だね。はあ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 かりんはね、ちょっと話違うんだけど、あのロレンの自分のタワーどっちか分かんなくなって敵のタワーに突っ込むクリップが面白すぎるのと、死ねえって言いながらね、レイズのウルト打ってね、味方死ぬクリップがはっきり言ってね、この世に存在するクリップの中でトップクラスなんだよね。まずこれロレンの方でしょ、これロレン。僕が上か確信してんの。まずここで確信してんのがおもろくて、あ、上か。まず上じゃないんだよね。まずは僕が上だよな。ちょっと待って待って待って、やばいやばい、あ、だ、間違えた、僕下だった。これ最高。ちょっとね、いや、あ、これかも。死ねえ。本当におもろいこれ。いや、マジで突起100点満点以上叩き出してる、本当に。死ねえ。この死体の無残さもよくない、この死体のさ。マジでごめん。あかりん最高。サミさんこんにちは。私のやめられない習慣はサブアカでレスバしまくること。相手を言い負かしたときは、そのスキルを勝手にオナニーします。逆にこちらが負けそうになったらサブアカ10個で自演で賛同させて相手を数で押し切ります。その気持ちよさが何事にも変えがたいです。カロリーかけすぎだろレスバに。レスバって俺したことないな。配信者なんかたまにすんだよね。関さん言うてたまにするじゃん、レスバ。なんか釈迦さんもこの前なんかしてたし、渋原までレスバしてるし。渋原はファンサみたいなもんだ。ファンサなんだ。実際にはそういうリプ来ないの。いや、俺来てるのかもしんないけど、俺の脳みそが感知しないんだよね。やっぱりみんなからさ、嬉しいリプとか リポストみたいのが来るからさ、そっちの幸せに埋もれて、なんか、過ぎていくんだよね。俺の脳みそよくできててでした。今日のマシュマロの中で長かったな、めっちゃあったな。